脂肪も後ろメインっていうよりは結構前メインにつきやすいのが内股の方の特徴ですね。このカーブを崩してここがなくなるとお尻って垂れてちゃうんですよ。こうやってこっちはちょっと内出血、こっちの方がやや出てますけども、この辺とかはあまり内出血ないですかね。今回のお客様は長年太ももに悩んでいるということだったんですけども、今回は太もものどこを意識してデザインすれば綺麗な太ももの形を作ることができるのかについて詳しくご紹介できればと思います。一番気になっているのは太ももはどこで、いつぐらいから気になってました？ダイエットでリバウンドしちゃって、その後にやっぱ一番足が太りやすいので膝の上にお肉が乗ったりとか、この外側がすごい気になります。ダイエットのリバウンドってどのぐらい痩せて、どのぐらいリバウンドしちゃったんですか？何キロぐらい？8キロ痩せて8キロぐらい太りました。やっぱり自分だとなかなか痩せるのは難しい。そうですね、すごい頑張ってたので、いつの間にか体重戻ったみたいな感じなんで、難しかった、うん。今回の方なんですけど、いや内股なんですよね。もともと内股ですか？ずっと内股です。歩く時も内股？そうですね。走る時もちょっと嫌だったね。そうですね。内股の方ってどうしても体がちょっと前のめりになりやすいんですよね。そうするとこの横から見た時にどうしてもここのところですね、張ってるのかなと思いますね。もちろん筋肉もそうなんですけども、脂肪も後ろメインっていうよりは結構前メインにつきやすいのが内股の方の特徴ですね。気になってるのはここの膝のところですかね。そうですね、結構気になってここ、うん、どうしてもここにつきやすいのが内股の方の特徴。どうですか、足はデザイン的にはまっすぐにしたいですね。骨格的なこともあるんですけど、足をまっすぐにすることができまして、ここの肉をしっかり取るんですね。その上でここに合わせた形で取る。そしてさらにこっちののところを取ると、ここをまっすぐ綺麗なデザインにすることができるのかなと思います。もちろん筋肉が張りすぎてしまったりすると難しい方もいるんですけども、内股の方の特徴に合わせた形でデザインすることができるんですね。あと結構ここの前ももですね、ここ結構きついっていうのはあると思うんですけども、歩き方とかによってはここにどうしても脂肪がつきやすい。これが内股の方の特徴ですね。下を向くとそんなにこっちはついてないんですよね。やっぱり前鏡なので、あまりこっちはついてない。どうですか、この辺のお尻は気にならない？ちょっと気になるけど、うん、太ももよりはって感じ、うん、ここなんですけど、ここ見ていただくと分かるんですけど、ここって実はお尻を支えてる部分になるんですね。ここを取っちゃうと支えがなくなってしまうんですね。支えがなくなるとどうなるかっていうと、やっぱりお尻が垂れてしまうんですよね。そうするとせっかくジーンズとか足の形が綺麗になるようなズボンを履いたとしても、そっからここが短くなってしまうんですよね。この長さが短くなっていくと足って短く感じてしまうのが見え方になってしまうので、ここを長くすれば足って長く見えるってわかりづらいんですけど、このお肉ここ外側があるんですよね。これもちょっとなくせばここの部分がスッキリして足が長くなるんですね。今こういうのここ綺麗なこうカーブになってると思うんですね。このカーブを崩してここがなくなると腰って垂れてちゃうんですよ。こうやってこんな感じで、なのでこのカーブを崩さずにこの辺取りながら、そうすると綺麗な形の足を作ることができて、そのタイプの風にはなるんですね。なのでそういったことを意識しながら、内股の方の太ももの脂肪筋にするとかなりスッキリするのかなと思います。今回は内股の方の太ももの脂肪筋についてのデザインの特徴を説明したんですけども、いろんな方がいると思うんですよね。ちょっとガニ股の方とか、骨格で言うと骨格ストレートの方とか、ウェーブタイプの方とか、ナチュラルタイプの方、いろんな方のタイプがあるんですけども、その方に合ったデザインは可能ですので、お任せしていただければ。今回は太ももの脂肪筋ってことなんですけども、以前は二の腕の脂肪筋されましたよね。はい。その時と比べて今回ダウンタウンの負担とかってあります？広範囲なので、やっぱり足って使うものだし、二の腕の時にちょっと上がりにくかったので、もうちゃんと歩けるかなとか不安はあります。なんかダウンタウンの負担が一番大きいですか？そうですね。痛みの不安ってどうですか？今回麻酔違うので、うん、初めてあのモフは初めてのモフはそうですね。そうですか、ね、今ではだいぶスッキリしたと思うんですけど、はい、すぐらいからスッキリしたって感じますか？2ヶ月目くらいで、みんなに結構褒められるっていうか、なんかやったでしょみたいな感じになったので、周りから見て気づいてもらえるのが嬉しかったです。太ももとなるとどうしても二の腕よりも範囲が広いですので、その分ダウンタイムが出やすいって方もいると思うんですよね。ただダウンタイムに関しては本当に個人差があると思うので、太ももの方があんまり感じなかったって方もいると思うんですけども、ダウンタイムは本当に人それぞれですので、今回もまたダウンタイムの結果についてご紹介できればと思います。
先ほど説明した通り、この辺がもともと止めやすいっていうか、前に重心がかかってるのこっちがあんまりないタイプなので、こういったところを取りすぎないように、かつこういったところですね、後ろ側、外側の針を持つので、取っていくと後ろが強いような形になるのかな。じゃあ次、正面に行ってください。ここですね、ここのところ。ここは撮影のような形ですね。どんな骨格の方でも、ここは撮影のような形なので、こういったところが重点的にできるかなと。実際今3日目ですね。パッと見た感じなんですけども、まあ、そんなには内出血は出てない。ただ、ここら辺は結構むくんでると思うんですね。ここまではまだ来てないと思うんですけど、ここら辺がむくみがわかるのかなと思います。後ろを向くと、まあ、こっちはちょっと内出血、こっちの辺がやや出てますけども、この辺とかはあんまり内出血ないですかね。もともと気になってた外回りとかっていうのは、だいぶ良くなったのかなと思います。この状態でもですね、お尻が垂れてないってことは、なんとなくわかるのかなと。内股の方って結構この前張りが気になっている方が多いんですけども、前張りも結構だいぶ脂肪が取れたのかなと。量的には後ろと前で言うと、後ろが 500cc ぐらい、前が 500cc ぐらいですかね。3倍ぐらいの脂肪が取れた方になります。今回はダウンタイムの経過ということなんですけど、2日間ずっと太ももの圧迫をしていただいたと思うんですけど、ボイスでの過ごし方とか、あまり内出血が出てないと思うんですけど、ダウンタイムを抑える何か工夫とかをしていたら教えていただきたいんですけど、どうですかね。寝るときに足を高くするためにタオルとかを丸めて、足を高くして寝るようにしました。そうするとやっぱり楽ですか？そうですね、楽なのもあります。どうしても1日過ごすと何もしないだけでも女性って男性と比べてもむくみやすいんですよね。なのでそのむくみを取るって意味でも、まあ、寝る時だけでもこの体の心臓の位置よりも足をちょっと上に上げて寝ていただくとむくみっていうのを予防できるのかなと思います。あとは日中とかはどのようにして過ごしてますか？日中ほとんど出かけてなかったので、背もたれのある椅子に座ってました。なんかお家の中で歩いたりとかはなかったです？極力しないようにしていました。最初の2日間とかってやっぱむくみのピークでもあると思うんですけど、特に今日3日目なんで今日がピークだと思うんですけど、痛みとかの感じ方とかっていうのはどうでした？そうですね、ひどい筋肉痛みたいな感じで、座ったり立ったりするのが難しかったので、あんまりしないようにしていました。太ももの脂肪を検して辛いなとかちょっとしにくいなっていうのがトイレなんですけど、トイレとかどうですか？トイレは座るのが結構辛かったんですけど、全然大丈夫でした。わかりました。思ったより内出血は実際どうですか？全然なんかもっと紫みたいな感じだと思ったんで、全然内出血なくて。内出血は出やすい人、出にくい人がいると思うし、今は3日目の経過なんですけど、この後ちょっと出ちゃうって人もいるんですよね。なので人それぞれなので、まあ、経過っていうのはいろんな人が経過しておくと、自分が太ももの脂肪検した場合の参考にもなると思いますので、まあ、最初の3日間っていうの経過を一つ参考にしてみてください。あとは二の腕もされてたと思うんですけど、二の腕と比べて太ももはどうでした？そうですね、二の腕より太ももの方がやっぱり範囲も大きいので、結構私生活がちょっと難しかったりします。そうですね、太ももの方が範囲が広いので、範囲が広いとどうしても体に対するダメージとか負担が大きいと思うんですよね。その上で太ももだとやっぱ歩きますもんね、はい、歩くのに必ず使うのが太ももだと思うので、そういった行動範囲は軽減されてしまいます。そういったことも踏まえて太ももの脂肪っていうのは時期とか、もし仕事をしている場合その仕事の休み期間とかっていうのも考えてみるといいのかなって思います。今回は内股のタイプの方が太ももの脂肪分した場合ダウンタイムどうなのかについてご紹介できましたので参考にしてみてください。また今後の経過ですね、1週間目とか1ヶ月目どうなっていくかは別の動画でもご紹介できればと思いますので、一度も参考にしてみてください。本日の動画が少しでも参考になったと思う方はチャンネル登録と高評価をしてお願いいたします。今後も引き続き有意義な情報を発信していきたいと思いますのでお願いいたします。それではまた。